ちは、かわいい着物チャンネルです。今日は私が一番大好きなゴージャスの帯結びを紹介したいと思います。それでは早速始めます。まずタレを取ります。タレを取って、こちら襟より少し上ですね、上に長さを当てて三つ山ひだを折ります。真ん中でつまんで1、2、こちらも1、2、はい、きれいにひだを作ったら、こちら三重仮ひもすべて取ってこの中に入れます。はい、入れました。次はもう一つ、ここにこの羽より短い羽をこのように作りたいと思います。で、これぐらいですね、取って三つ山ひだをここでも作ります。真ん中を折って 1、2、 はい、こちらも 1、2、 はい、そしたらこの三重仮ひもの2番目のゴムに入れていきたいと思います。こんな感じですね。はい、大きさの違う2つの羽が出来上がりました。そうしましたら次、この残りのタレを取ってアコーディオンひだを取っていきたいと思います。このようにザバラに折っていきます。折ったらこれですね、右、こちらの右が上になるようにこのようにくるっとします。そして先ほどのゴム同じところに入れます。はい、このように入れたら次ここに枕をつけます。はい、枕ですね。はい、このようにしてこの下に当ててこの帯をグッと上に上げます。で、仮結びを前でしておきます。はい、そうしましたらここに枕がつきましたので、最後この手を取ります。手を取って、こちらもここら辺ですね、持って三つ山ひだ作ります。その時この一番大きな羽とこのこちらにつくこの羽が同じぐらいの大きさになるようにしてください。そしたら最後残ったゴムに入れます。はい、このような感じですね。同じ高さにして、このようになりました。そうしましたらここですね、ひだがちょうどできてるので、ここにもひだがですね、続きでできてます。このように整えてあげて、そして帯締めをここに入れますね。入れてこの下をきれいに整えて、このようにで前で仮結びをしておきます。はい、このような感じで出来上がりました。そうしましたら整えていきたいと思います。ここ少しですね、開いてあげて、こちらからもアコーディオンひだが出てますので、はい、このような感じにしていきます。で、最後ですね、ここに紐が見えてますので、今日はここにリボンをつけたいと思います。こういう感じのものがあれば便利かと思います。はい、いかがでしょうか。完成になります。
皆さんもぜひ試してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。